おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回はね、ちょっと東洋医学に、はい、ちょっとハマってて、いろいろ考えさせられることがあって、はい、東洋医学の基本に、まあ、本当の基本の基本の中に陰と陽っていう考えがあるね、はい、まあ、例えばこれを陰、まあ、陰、まあ、プラ、あ、はい、陽ね、陽プラスで、陽ですね、はい、陰をマイナスだとするでしょ、はい、やっぱね、人間生きてるとリズムがあるね、まあ、時間軸だとする、はい、時間軸で、まあ、まあこんなようなリズムが、はい、まあ、あるんだけど、はい、だけど例えばこういう風になった時ね、はい、でここの部分でまあ病気になるんだぞと、うん、東洋医学ではね、はい、これをねまあ陽に偏りすぎると、要は変症、うん、で、はい、こっち陰に偏りすぎると変衰っていう考え方があるんだよね、はい、まあ、これなんか風邪だとかだと思う、鬱だとか、はい、うんうん、こっちはまあ、そう状態でハイテンションになったりするんだよ、ね、はい、で他に、なんかあるかな、こういう状態の病気、病気、まあ、それがカッカしちゃったり、あ、そうですね、怒ったりイライラしたりとか、そうかもしれないね、はい、はい、イライラで、西洋医学の考え方は、はい、これになったらなんか薬とか、まあ、何らかのこの物理的なもので、ね、はい、まあ、対応しようって話なんだけど、はい、でも東洋医学は、まあ、そもそもこれ偏らないようにしようっていう話だよね。だから西洋医学はここの段階になったら、はい、まあ、自後対応だよね、はい、東洋医学の場合はいや、もうそんな偏らずにこう行きましょうよって話なので、はい、実はここが重要なんだよね、多分このもう病気になってない状態、はい、うん、こういうところでもう対応していきましょう、まあ、はい、要は事前のこの手当てだよね、はい、でもう人間って病気になるものだっていう前提でどんどん成り立ってんだけど、はい、西洋医学の場合ね、ちょっとこの人間のリズムをねちょっと崩してるとか、どちらかというとさ、なんか病気にならない、なんとかな、そう状態にならない、ギリギリのこのハイテンションをこう行くのが素晴らしいみたいなところだ、はい、はい、わかります、はい、うん、そうですね、これはい、これどう思う、それがキープできたり長続きできたらいいと思うんですけど、やっぱりそう上がり下がりがあるものだと僕は思うので、うん、どこかのタイミングで下がり続けるんだとすると、うん、それはそれで怖いというか嫌だなぁと僕は思います、うん、おそらくね、人間も バイオリズムがある、はい、なので これがおそらくこの陰と陽に行くのが自然なんだろう、はい、うん、でこれをこうキープしていく、なんかこう明るい、こう明るくてさ、ハイテンションで元気なのがもう、うん、ずっと続くのがいいみたいな、これちょっとね、はい、無理があるだろう、はい、うん、でこれをもし意図的にやってるとすると、どっかで歪みが出るだろうね、はい、うん、そうですね、うん、しかも休みなくやろうって話だよ、あはい、うん、うん、でこれやっぱ西洋の考え方の無理があるっていうか、はい、現代社会全般の無理だよね、はい、うん、やはり人間とこのリズムがある中で何度かこう東洋医学のここに関しては生き方的にもねこう優しいんじゃないかな、はい、うん、いう話ですね、はい、はい、どう思う、うん、安定とは違うのかもしれませんけど、うん、そう僕は極端に触れずに、うん、その東洋医学的な考え方の方が共感できるので、うん、僕はそちらの方が好きだし、僕も勉強したいというか気になるなと思います。今うつ病の定義って国際的な定義があるんだけど、はい、
どういう定義だと。うつ病の定義、はい。何もしたくない、人に会いたくない。あのね、2週間そういう状態が続くとうつ病だったんです。はい、どこで決めたと思う？どこで決めた？アメリカの大学だよね。で、まあ、学会でアメリカがこういう風にしたから、はい、ということでスタンダードとして、まあ、世界的に広がったんだけど、はい、まあ、でも国連、ちょっと分かんないけど国連なんかももしかしたら採用してるかもしれない、はい、まさにこれがいいよって話だよね。そうですね、うん、ちょっとでもこっち触れ、2週間触れただけで病気になる、それは2、うん、で、ほんなら抗うつ剤を打ちましょうねみたいな、はい、飲みましょうねって、それはちょっと違うような気がするな、はい、うん、うん、そのアメリカンスタンダードどうも人間に優しくないんですよ。産業には優しいかもしれない。はい、うん、そうですね、はい、うん、わかり、そういうことで、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。